はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。投資を始めたものの、暴落が来た時に慌ててしまいそうで怖いという方にお話ししていきます。この質問はよくもらうんで気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では暴落に強い鉄壁のパーマネントポートフォリオを分かりやすく解説しますので、 この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。ではこのパートで暴落が怖いなら知っておきたい鉄壁のパーマネントポートフォリオを解説していきますが先にこの動画の結論をお伝えします。パーマネントポートフォリオは米国株と米国長期国債金ゴールドを 三分の一ずつ均等に保有するだけのシンプルな構成。米国長期国債と金は米国株式と異なる値動きをする傾向があるので一緒に持つことでリスクの低減が期待できる。過去15年でパーマネントポートフォリオは最も下落した年もマイナス3.96%で済んだので暴落局面でも鉄壁の守備力を発揮。 自分の父も運用しており、シニア世代にもおすすめ。この結論をもとに、暴落に強いパーマネントポートフォリオを丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。そもそもこの動画を撮ろうと思ったきっかけですが、こんな質問をよくもらいます。株価が不安定な状態が続いており、今後大きく下がるのではと不安です。とにかく値下がりするのが怖いため、今からできる暴落対策で、 おすすめの運用方法などあれば教えてください。この質問への回答として、暴落に強いパーマネントポートフォリオを知っておきましょう。パーマネントとは永遠、永続的という意味なので、パーマネントポートフォリオは相場に関わらず永遠に保有することで利益が期待できるものとなっています。組み合わせは至ってシンプルで、 米国株と米国長期国債、そして金、ゴールドを3分の1ずつ均等に保有するだけで完成します。これら3つの資産に現金を含めて4分の1ずつ保有するという考え方もありますが、基本的な考えは同じなので、今回は米国株、米国長期国債、金を3分の1ずつの保有例で進めていきます。まず、米国株式については、 イーマクシススリム米国株式 S&P500 など S&P500 に連動する投資信託や VTI などの米国 ETF で考えればいいでしょう。すなわち、米国の株式市場に幅広く分散投資をするイメージで、すでにこれらの銘柄に投資をしている方も多いと思います。次に、米国長期国債とは何か、国債とはいわゆる国の借金のことで、株式とは異なる値動きをする傾向があります。 米国長期国債の興味深い点として、S&P500 などの、米国株式と逆相関、つまり反対の値動きをする傾向があるので、それについては後ほど紹介します。米国長期国債は現状、投資信託では買えないので、米国 ETF の TLT、iShares、米国国債、20年超 ETF なので購入する必要があります。最後に金、ゴールドですが、 有事の金と言われる通り、非常事態が起こった際に値上がりする傾向があるため、株式や債券と一緒に持つことで、リスクの低減が期待できます。金への投資方法はいろいろとありますが、コストを抑えたければ、米国 ETF の IAU、iShares、ゴールドトラストが経費率0.25%と安いので、検討してみるといいでしょう。それでは、米国株、米国長期国債、金の値動きについて、 2005年から現在までのチャートで確認しましょう。緑色の線が、米国株式の VTI で、近年は大きく上昇していますが、2008年のリーマンショックや、2020年のコロナショックの際には、大幅に下落していることがわかります。一方、青色の線である、米国長期国債の TLT は、VTI と逆の値動きをしている傾向があり、例えばリーマンショックやコロナショックの際は、 値上がりしていることがわかります。また、黄色の線である金 IAU は VTI や TLT とは比較的異なる値動きをしていながら、リーマンショックの後には大きく値上がりし、またコロナショックの際にも上昇基調だったことがわかります。では、これら3つの資産を均等に保有するとどうなるか、過去15年ほど遡ってのパーマネントポートフォリオの実績を見ていきます。青線が米国株式 VTI のみのポートフォリオ。 赤線がパーマネントポートフォリオでのパフォーマンスです。青線の VTI の値動きは、やはり上下に比較的大きく動いており、リスクの大きさがわかります。しかし赤線のパーマネントポートフォリオは、上下の変動幅が少なく、なだらかな右肩上がりで推移している傾向があります。こちらが各ポートフォリオにおける運用実績ですが、 ポートフォリオ1、2となっているので、それぞれ米国株のみのポートフォリオと、パーマネントポートフォリオだと思ってください。注目をしてほしいのは、ワーストイヤー、最もパフォーマンスが悪かったとして、米国株のみのポートフォリオだと、マイナス36.98%でした。すなわち、ある年に、米国株の資産が100万円あったとして、 暴落が起きた年には37万円程度減少し約63万円まで資産が減ってしまうので運用を続けるのが怖くなってしまう人も出てくるでしょうしかしパーマネントポートフォリオだとワーストイヤーでもマイナス3.96%で済んでいますこれはつまりある年に資産が100万円あったとしてリーマンショックなどの暴落時も 4万円程度しか資産を失わなかったことになりますから、精神的な余裕に大きな差が出てくるかと思います。こうやってみると、米国株式と米国長期国債、そして金を、 均等に持つことによるリスク分散の効果が実感できるはずです。分散投資が大事とはよく言われますが、意味のある分散投資とは、ある資産が下落している時に他の資産が変わらない、もしくは上昇することと言えるはずなので、パーマネントポートフォリオの資産配分はまさしく意味ある分散投資となっているでしょう。ただし、パーマネントポートフォリオは決して万能ではなく弱点もあります。先ほどのチャートでは、 近年の株式相場が好調な環境では、青線の米国株式のみのポートフォリオの方が大きく伸びていることがわかります。このようにパーマネントポートフォリオはリスクを抑えているため、上昇局面での伸びがやや抑えられてしまうんですが、それでも暴落局面では、 鉄壁の守備力を発揮してくれます最近は株式相場が好調な背景もあって、米国株式や全世界株式のみに投資する人もよく見かけますが、それだと今後、暴落が起こった時には大きく下落する恐れがあることも、重々承知しておく必要があるでしょう。ちなみにパーマネントポートフォリオは上昇局面の伸びが抑えられていると言っても、過去のデータでは相応の利回りを確保しています。 過去15年間での CAGR 年平均の利回りを見てみると、米国株のみのポートフォリオがプラス10.51%、パーマネントポートフォリオがプラス9.05%だったので、リスクを適度に抑えながらリターンも享受できていることがわかります。そのため、下落幅を抑えながらリターンも狙っていきたいと考える人には、今回のパーマネントポートフォリオは有力な選択肢になるかと思います。 このパーマネントポートフォリオは若い世代だけでなくシニア世代にも魅力的だと僕は考えています。実際に65歳となる自分の父も2020年の初め頃からパーマネントポートフォリオを元本1000万円で運用しているので最後にそちらの実績をシェアして終わりにします。月末時点の残高で2020年1月は1025万、2月は1021万と順調に推移していましたが 3月にコロナショックがありました。しかしコロナショックでも月単位では月末時点で1003万円と前月比23%程度の下落で済みました。そしてその後は順調に回復し2021年12月で1298万、2022年1月で1244万と円安も含めて大幅な含み益となっています。 このように、現在に至るまで着実に含み益が出ているため、若い人だけでなく、リスクを抑えながら、手堅く運用していきたいシニア層にも向いているかと思います。自分がどれくらいのリスクを取っていきたいかの、リスク許容度とも照らし合わせながら、堅実に運用していきたい方は、ぜひ、パーマネントポートフォリオも検討してみてください。はい、では今日のまとめです。パーマネントポートフォリオは、米国株と米国長期国債。 金、ゴールドを3分の1ずつ均等に保有するだけのシンプルな構成。米国長期国債と金は米国株式と異なる値動きをする傾向があるので一緒に持つことでリスクの低減が期待できる。過去15年でパーマネントポートフォリオは最も下落した年もマイナス3.96%で済んだので暴落局面でも鉄壁の守備力を発揮。 自分の父も運用しており、シニア世代にもおすすめ。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。